はい、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、新宿駅にやってきております。最近ね、いろんなとこ行きすぎて、東京で撮るのが多分2週間ぶりとかかな。前回が丸源ラーメンの動画だったと思うので結構久しぶりなんですけど、今回新宿で何をやっていくかと言いますと、有名チェーン店のレア店舗シリーズやっていきたいと思います。前回は日本に1店舗しかない朝5時から開いてるはま寿司ってところに行ってきたんですけど、今回はね、日本に数店舗しかない近未来化したスシローに行きたいと思います。近未来なんて言われ私、ドラえもんが出てくるんじゃないかと思ったんですけど、ドラえもんは出てきません。去年の2023年の9月にオープンして、ずっとね気になってて、めっちゃ行きたいなって思い寄ったっちゃ、今回ねやっと来れました。全国に東京だと、まあ、新宿、あと大阪と愛知と3店舗しかなくて、普通のスシローのお店とは違っていろんな仕掛けがされてる店舗みたいで、楽しそうなお店みたいで、今回そのスシローの店舗がどんなお店なのか見つつ、好きなだけお寿司食べ放題やっていきたいと思いますので、よかったらぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。6階にあるんですけど、このスシローちょっと金額高くて、税込み150円からです。ちょっとお高めのスシローですね。いらっしゃいませ。私は事前に予約してるので予約番号を入れますね。ちょっと待って、やばい、なんじゃこりゃ、でかいかも。やばい。はい、着席しました。めっちゃ白くない？私の顔がめちゃくちゃ赤い。気にしないでください。白くない？めっちゃ大画面だよ。スシローモード、ラッコ寿司モード、これ何が違うんやろ。スシローモードでいきます。なんかどうかんけど、お、なんか、お、なんか、なんじゃこりゃ。お、お、この黒いのが従来の回転寿司のレーンを、すごい。メニュー開くとかもあって、メニュー開く、あ、なんか出てきた。え、待って、あっちに出てきた。これね、めっちゃ頼みたかったじゃん。これ頼もうから、とりあえずこれ押したら、なんかこうやって横に出てくる。で、注文するお伝えに。ご注文ありがとうございます。到着までしばらくお待ちください。どんな感じなのか。見えるかな。他の人の商品が真ん中のレーンを通っていってるみたいよね。こうやって。なんか面白いね。ちゃんと届きました。じゃんじゃが頼んでいこうかね。お産ウインナー包みとかあるかわいい。ラッコ寿司とかある。何やこれ。上にラッコ寿司の説明が出てくる。お、こうやって動かすこともできる。なんか楽しい。え、なんか分からんけど、なんか起きた。勝手に始まった。なんか始まった。なんか始まった。なんか外れたっぽい。右上にね、このゲームスタートってあるやん。これが 100% になるとゲームが始まるみたい。何だこれ。スシローの秘密とかあるけん、してみると、スシローで提供しているマグロはどのような両方で釣り上げているでしょうか。 A、B、C が選んで、 B を正解って言いながらね、これ一回やったけん答えしちゃったときに落ちない。こんな感じで遊べるクイズとかあって、みんなで楽しめる感じですね。こうやってこうバーってできるやん。私一人やけん、今一人で動かしようけど、二人で同時操作と多分できるらしくて、普通の店舗やとタッチパネルや。タッチパネルってさ、一人でコチコチするやん。タッチパネルの順番待ちしなくていいっていう、そういう感じらしい。普通の回転寿司よりもエンタメ要素が含まれてて面白いですね。ウォッチで来ても楽しいし、みんなで来たらもっと楽しいんです。ちなみに
席の感じなんですけど、普通のボックス席って感じなんで、上空いてるんですよ。こんな感じで空いてます。だから空気の周りがいいと思う。はい、じゃあ届いたのでいただきます。出汁が効いてて、マグロからいただきますね。いただきます。油が乗ってる。カニですね、次が。キャンペーンのカニですね。この値段で牡蠣が食べられるのいいよね。牡蠣じゃない、カニ。後で商品名出しとく。喋らんといけんことがある。一時期 YouTube の更新が途絶えてたんですけども、すいませんでした。いつも動画楽しみにしてくださってる方。なんでかって言ったら、結論から話すとすこぶる忙しかったっていう話なんだけど、会社員の人分かってもらえると思うけどさ、この時期って繁忙期やん。だいたいどこの会社も年度末でさ、みんな忙しいと思っちゃうね。そんな感じで私も忙しくて、1日15時間とか働いてて、毎日毎日だから仕事行ってさ帰ってきて寝るだけみたいな感じの生活がずっと続いてて、 YouTube のこともほとんどできないっていうか、空いた時間に例えば撮影行ったりとか、撮影するための準備をしたりとかっていうことはちょいちょいできるんだけど、ただその編集をするってなるとまとまった時間がないとできなくて、ちょこ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 編集できない人なのよ。自分の中で動画の構想がこうだっていうのが頭に描いてるから、その思い描いてる状態でバーって編集したい人なのよ。まとまった時間が欲しいんだけど、まとまった時間が取れなくて、一旦ちょっと自分の力配分を考えないと頭爆発すると思っちゃう。一時期更新が途絶えてたって感じなんですけど、本当はねもうちょっとね早めに言っとってもよかったんやろうなって思うけど、この余裕すらなくて、余裕ができてからインスタのストーリーとか YouTube のコミュニティで一時期更新が途絶えますっていう風にお知らせしたんだけど、男の人ってさ、その彼女からの LINE とか電話の返信を怠ったりとかするよ。その男の人状態になっとった。頭ではね、ハッとうと。でも、頭の中が仕事のことで埋め尽くされておけん。それどころじゃないって。別に嫌いになったわけじゃないし、投げ出したいわけでもないんだけど、でもね、それどころじゃないんだよ。私ね、あんまりね、マルチタスクであれもこれもってできるタイプの人じゃないんで、仕事をするってなったらもう仕事ってだけになっちゃうから、世の中の男性の気持ちが分かったの。こういう時さ、女の子ってさ、絶対言うのがさ、ちょっとの時間あるやろ？言うやん。そういう問題じゃないっちゃ。めっちゃ男の人の気持ちわかるもん。シーシーが彼氏からの連絡返さんかったりして催促とかされるとめっちゃ怒るタイプやけん、ほんとそうやけん。世の男子の気持ちがめちゃくちゃわかる。ここからはね、事前にインスタの質問箱で質問募集してて、今回のテーマはですね、今までに出会ったヤバい男、クズ男エピソード教えてくださいっていうことで募ったんですけど、まあみんなのエピソードがヤバすぎて、私のエピソードがほんとクソすぎるなと思って、言うのがちょっと恥ずかしいレベルなんで。私のエピソードだと2つあるんだけど、実はね、DV 男に一時期捕まってまして、最初はね、全然そんなことなくて、すごい優しい人だったんだけど、すごいモテる人だったし、ちょっとチャラチャラしてる部分があるっていうのも分かってたから、他に女おるんやろうなっていうことは分かっておきながら、なんか付き合って、くれた部分があって、私自身それがダメなんだけどね、それでもいいけん好きやけん一緒に降りたいって思って付き合ってたんだけど、一番最初暴力を言われたのが、浮気してるってことが分かったの。私もともと合鍵持ってたから家にいきなりポンって行ったんだけど、その時に多分女おるやろなってなんとなく思いながら行ったんよ。そしたらやっぱりおって他の女が、その時に初めて殴られて、なんでお前家に勝手に来るんだよみたいな、いやだって合鍵持ってほしいみたいな感じなんやけど、来る時事前に家って言ってただろうがってすごい怒られて、
て、そっからなんかちょっとでも気に食わないことがあるたんびにずっと殴られるようになって、途中でもうこいつから離れた方がいいって気がついて別れようって思ったんやけど、なかなか別れさせてくれなくて、最後の最後までむちゃくちゃ大変やったっていうエピソードね。あとなんかあったかな、昔よくあったのが彼女と別れたいのに利用されるってことがあって、彼女と別れたいんやったらさ、ごめんねこういう理由で別れてって言えばいいやん。それが言えないのか後ろめたさがあるのかようわからんじゃけど、私に言い寄ってきて私が OK であるっていう確信を得てから別れるっていう、前の人を清算する前に手出してくるみたいな感じの人がおって、私も悪いっちゃんこれ別れてないのに付き合ってたって言ってくるよ。でもその時点でもうそいつがクソやん。いや別れてからじゃないと無理よって言って返すんだけど、突き放したらなんか別れてくるんやけど、結局なんかね前の女の子に戻っていくとっていうやつが追ってんの。私にはね、彼女のこういうところが嫌だとか、一緒にいたくないとか、本当に無理みたいな話を延々と私ずっと聞かされよったんに、別れて3ヶ月後にもう無理戻しとると、ちょっぱとパン、そんなのするとか、私踏み台みたいなさ、なんかそういうのがすごく多くて、皆さんから募集したエピソードがね、まず一つ目が、元セフレだった男に結婚するから最後にしたいと言われたこと。普通にシンプルにキモいんだけど、ってさ、結婚した後も来そうじゃない？たまにふって連絡してきて、最近元気みたいな、言ってくるみたいな。で、ワンチャンなんか会ってやめたらいいなとかって思いながら連絡してくるパターンのところだった。誕生日プレゼントをもらったのですが、彼曰く、ママが選んで買ってきてくれたと、代金もママ持ち。きしょ。男性ってマザコンって多いやん。マザコンまでいかんくても、親は大事にした方がいいから、度が過ぎるとキモいよ、普通に。続いてが、臨月の妻を置いて、パチンコへ行く男、おまけに借りが足りなくなったら持ってこいと要請するとこ、やばいやん。なのでギャンブル依存症で誕生日にプレゼントもらってそのまま返品しに行ってその子に売ったギャンブルってやばくない？パチンカスは病気です、治らない。ギャンブルとか借金する人絶対無理やもんね。こんだけ好きでも抱かれちゃう。やっぱみんなダメよっていうやつってお金絡みか浮気とかそういう系が多いのかな。最近でもつくづく思っちゃう、恋愛がわからない、難しい。男と女が出会って付き合うのってほぼほぼ奇跡なのかなって思って、自分がさどんだけ相手のこと好きだと思ってもさ、向こうにその気がなかったらさ全然ダメなわけであってさ、逆もしかりやん。物事って何でもタイミングっていうのがあると思うけん、タイミングが合わんかったら付き合うとか関係が深くなるっていうことができないんだろうなって思うとさ、カップルってすごい奇跡なのかなって思ったりもすると、恋愛がわからないしちょっと怖いみたいな気持ちもあって、素敵な人間っていないからさ、いいところもあれば悪いところもあるじゃん。相手の悪いところが見えちゃった時に私とはこの人合わないんじゃないかってすごい気になっちゃったりとか、それを超えるくらいの人に出会えたら気になるんやろうけど、なかなかねそんな人にも出会えないよね。こちらですね、これはキャンペーンで100円になってて、近くにホストみたいな集団がいて、私がめっちゃカメラ回してるからあいつ YouTuber みたいなこと言ってきてめっちゃ怖いんだけど、ここね新宿の西口なので線路を越えたらもうすぐ歌舞伎町があるんよね。結構この辺はホストの人が多い。私みんなに言いたいことがあるんやけど、定期的にホストに通ってるとかすぐでみたいな感じで噂を流されるんやけど、マジで違うけんね。なんでそんな噂が立つんやろうと思って、身に覚えがなくて、どっからどう見てもポスト通ってなさそうじゃない？こんなお金ないですからね。男に貢ぐ金があったら YouTube にお金使いたい。あと定期的に言われるのは、サクラとか風俗で働いてるみたいな感じで言われるけど、それも本当にないけんね。私お父さんと二人きりでご飯食べ行ったら、だいたいキャバ嬢と客っていう風に間違えられるんよ。顔があんま似てないけん。っていうことはあるけど、働いてはない。せっかくの機会やけんちゃんと訂正しとこうと思って。これまだ福岡に住んでた時の話なんだけど、お父さんが行きつけのお寿司屋さんかな、こういう回転寿司とかじゃなくてちゃんとしたお寿司屋さんみたいな連れてってもらったことがあって、その時にその大将が出てきた時にうちの娘なんですって言って紹介してもらったっちゃけど、すごいびっくりした顔されて、大体ね普通にキャバ嬢の女連れてきたぐらいで、お前父ちゃんね大将にも似てませんねって言われてどっちかって言ったらお父さんになんだけど、お父さんとお母さんと私に並んどったら、あお父さんにだねって分かるじゃん。ただその私とお父さん2人で並んでると家族感がないっていうか、パパっぽい感じになっちゃってるんで面白いね
1番のプリンポーマンはい、改めてごちそうさまでした。普通に楽しかったよ。通常の店舗より画面が大きくていろんなものがずっと流れてるからワクワク感というか楽しい気分になりました。ただ一個気になったのがテーブル席とカウンター席が並列されてる感じだったから、レーンをまたいだ先っていうのがカウンター席だったからカウンターに座ってる方と普通に目が合っちゃう。そこがちょっと私は気になるかなって思いました。恥ずかしくない？ご飯食べ行ってさ人と目が合っちゃうの、私結構恥ずかしいと思っちゃう方なのね。そこが気になったけど、まあ、それ以外はすごく楽しかったです。まだね全国に3店舗しかないんですけど今後店舗増えていくのかなみたいな感じなので、近くにある方と気になった方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、そしてこの動画がいいなって思ったからぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。